はい、エビちゃん皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ということで今日来たね、SBC だったり、子供だったりを、まあ作るかどうかっていうところの話を、していければいいかなとは思ってます。よろしくお願いします。ということで、まあ早速、今映ってる、ボビー・クラークですね。まあリバプールファンとしては、めちゃくちゃ嬉しい選手が来たなって感じはします。178センチのハイハイの44になってます。能力見ていくとね、中盤としてはペースかなり、早い方で。で、シュートも上手くて、パスも上手くて、ドリブルがね、若干ちょっと重そうだなっていうのが気になりますが、守備値もね、インターセプト86、タックル88と、まあ自分で取りに行った時は、素晴らしいし、まあフィジカルの数値も、まあそこそこだなって感じはしてます。プレースタイルが高精度、スルーパス、強パスプラス、ロブタツ、インターセプトあるのはめっちゃ嬉しいね。で、トラッパーにシールドプラスに、容赦なしといったところで、まあこの選手はアンカーが一番まあいいのかなって感じはしてます。まあシールドを持ってるっていうところがね、やっぱりボールつけた時に取られづらいっていうのもありますし、まあインターセプトついてるのもあるしね。まあなんかブルーノに似てるね、能力的には。で、まあここからね、ショーダウンなんで、勝利すれば2上がりますので、2上がったらまあさすがにね、とんでもない、能力になってくるので、まあ一応作っといていいっていう、まあ余裕があればだね。ただちょっと優先としては低めにはなるとは思います。まあ普通にでもこれも非常に強いので、まあ作成期間がね、明日までっていうか、そのもう短いから、あと何時間だ？あ、1日と5時間だから、まあ明日のシティ戦の前には終わっちゃうから、まあコインかけて作るまでもないけど、まあリバプール勝ったらマジかってなりますね。でショーダウン自体エボでね、もう1上げれるんで、最大3上げれるんで、3上がったらとんでもないよねっていうカードになるんじゃないかなとは思ってます。で次がアカンジ、これはやばい、さすがに187のミリハイの34で、まあ今日 FCS でね使ってる選手も、まあ、ちらほらというかめちゃくちゃいたんじゃないかな、パッと見た感じは。まあ、能力やばくて、まあ、ペース85としっかり速くて、加速もね、84あんのめっちゃいいっすね。で、パスも視野80のショートパス95、ロングパス95でパス上手くて、で、まあ、アジバラだったりは、まあまあまあで、冷静さ83が気になるぐらいかな。で、守備値もね、ヘディング精度なぜか低いけど、それ以外、まあ、タックル92と素晴らしいし、で、フィジカルの部分もね、かなり改善されてんじゃないかな。アカンジって守備、フィジカル80とかしかなかったと思うから、それが91になってて、積極性も89で、ジャンプも94といったところで、素晴らしいね。で、何より素晴らしいのが、プレイスタイルだね。多分、今まではトディボが最高だと思ってたけど、これも最高に近いね。これがまあ、スライディングじゃなくてブルーザーだったら、さらに最高だったね。もうインターセプトプラスとね、ブロックプラスっていうところはもう自分で操作しなくて、いいっていうところで、もう最強の、もう AI 任せるんだったらアカンジみたいな、そんな感じの能力してますよね。で、強パスにロブタツもあって、トラッパーはよくわかんないけど、まあ、しっかりエアリアもあるもあるんで、競り合いも強いですよと。まあ、これは勝ったらプラス2だからね。で、かつ、まあ、エボでさらに1上げたら、3上がったらね、やばい、もう Y だね。Y 超えるんじゃないかな、もはや。このインターセプトプラスとブロックプラスっていう、このプレイスタイルが優秀すぎて。まあなんか急いで1上げる必要はないとは思うけど、まあ現状負けたとしても強いと思うわ。ってぐらいちょっとやばいカード来ちゃったなって印象あります。僕も来週の FCS の本番使う可能性は十分ある。8級のままでも十分ある、1枚なんじゃないかなとは思ってます。めちゃくちゃ強いです。これはとりあえず作るべきだと思います。アカンジュとクラークだったら、アカンジュの方を作った方が、能力上がんなくてもっていうこと考えても、勝った時のこと考えても、絶対アカンジュだと思います。ただ、まあ、自分は、どっちも多分作ります。上がった時のあれがあるんで。です。次がポトムのディバラですね。177センチの灰色の44というところで、能力見ていくとね、まあ、ほんとメッシに似てるんだよね、ディバラって毎作。まあ、ペース、加速があるようなタイプで、シュート上手くて、パス上手くて、ドリブルしやすくてっていうところで、リアクション低いのがちょっと気になるけど、あとはスプリント速度がね、低いのがちょっと気になるけど、まあ、ディバラでなんか縦にノックオンするとかそういうタイプではないから、まあ、トップ下とか、まあ、CM とか、右のちょっと上がるサイドカバーの CM とかで置くのが一番適してるかなとは思います。で、プレイスタイルがね、これ素晴らしい。高精度プラス。もう神だね。で、セッターもついてて、強パスもあって、トラッパー、フレアプラスで、さらにめちゃくちゃ軽いんじゃないかな。フレアプラスついてる選手で、こんだけドリブル値高い選手っていないと思うから、ドリブルの使用感はやばいと思うね、これ。で、トリベラに、アクロバティックに、テクニカルといったところで、まあ、理想はやっぱ右の CM かトップ下かな。4321の右の CM で高精度要因として使うか、
まあ、まあ、4-4-2だと結構きついかな、ペースがないから。まあ、4-2-3-1のトップ下とか、4-1-2-1-2のトップ下とかは適性あるんじゃないかなとは思います。まあ、その、4-3-2-1とかの右 CM で置いたときは、まあ、ハイローっていうところで、守備面がちょっと厳しいかな。足もそこまで速くないし、フィジカルもないし、積極性もないから、守備の貢献度はかなり低いとは思うんで、トップ下が適任じゃないかな。まあ、これも、8-5と8-7で作れるっていうところで、かなりお買い得にはなってるので、まあ、とりあえず、素材があるんだったら、とりあえず作ってみてもいいんじゃないかなって、結構優秀な、ポトムだと思います。強いと思います。次がホイルンドですね。これすごいね。191センチの、ハイハイの44といったところで、能力がペース、まあ、しっかり93で速くて、シュートも上手くて、俺ちょっと低いの気になるけど、ホイルンドは普通にシュート上手い印象あります。フューチャースター使ってた時の印象があるので。で、パスは超下手。もうこの選手にパスは求めちゃいけない。でドリブルも結構重いタイプだから、もう本当に縦に走るクロス要因って感じだね。でまあジャンプ力も96あったり、フィジカルも91あるのは素晴らしいところだと思います。でプレイスタイルがね、セッターパワーショットにパワーヘに強パスにラピッドフレア、クイックステッププラスエアリアル、だからもうこれ R9 と一緒だね。だからでこんだけ身長もあるから素晴らしいよね、マジで。うん、今まで身長ある選手でね、このプレイスタイルプラス2つがついてるのは、マジで素晴らしいと思うし。まあ、なんか使い方としてはもう、トリガーランさせて、フラスル出したり、まあ、あとは、高いクロス上げて折り返しなり、そのままシュート打つなり、まあ、コーナーキックでっていうところもあるし、まあ、値段も861個で作れるっていう破格の、安さになってますので、とりあえずスパサブ要員としてね、超優秀だと思うんで、左利きもね、いないからなかなか。とりあえずこれは作っといていいんじゃないかなとは思います。個人的にホイルンドはもう普通に作ります、これは。スパサブ要員として来週の大会でも活躍する可能性は十分あるかなとは思ってます。ラストがジャイル・ジーニョになりますね。173センチのハイハイの54になってます。能力見ていくと、まあ、ペースしっかりあってシュートも上手くてパスも、まあそれなり、まあ全然上手くて。で、ドリブルもまあまあまあって感じでフィジカルもあるっていうところで、ジャイルジーニョはね、今はちょっとね、最近使ってないっていうか、まあ、フレマとかね、大会の練習とかで使ったことは、最近ないんですけど、すごい重い印象なんですよね。なんかドリブル以上に重いなっていうのを、いつかな ?12 月とかかな ?12 月とかで、ジャイルジーニョ使ってたんですけど、なんか、めちゃくちゃ足は速いんだけど、ドリブルがちょっと硬いなって印象があって、うん、ちょっとね、どうなんだろうって感じはしますね。で、プレイスタイルも、パワーショットに、フレア、トリベラ、クイックステップ、まあ、迅速プラスっていうところで、まあ、だいぶ昔のカードなんで、まあ、トラッパーついてなかったり、パス系ついてなかったり、テクニカルついてなかったりっていうところで、使用感があんまり良くないっていう印象がすごく強いので、個人的にはなしかなとは思ってます。で、めちゃくちゃ高いじゃん、これ。めちゃくちゃ値段高いから、さすがにこれは、まあ、余裕あっても作んなくていいんじゃないかなとは思ってます。右のウィングできて、まあ、ブラジルでっていうところで、アイコンでっていうところで優秀だとは思うんですけど、まあ、作る場合だったら、一回レンタル、これもらえるよね。これだね、レンタルで試してみて、使ってみて決めるのが一番いいと思います。まあ、84とちょっと高いんだけど、まあ、84ぐらいだったら今、まあ、そこまで、トレフカで作れると思うんで、レンタル作ってみて、まあ、今の強さ確かめて、作るのがいいんじゃないかなとは思います。個人的にはちょっと高すぎるかなって印象があるので、なしかなとは思っております。ってことで、以上になります。まとめると、まあ、優先はアカンジっすね。まあ、アカンジはとりあえず作って OK だと思います。まあ、普通に能力上がんなくても、この能力でやれると思うし、まあ、プレイスタイルが優秀すぎるから、勝った時の、メリットが大きすぎる、これは。で、まあ、続いてホイルンドかな。これは作っていいと思います。この二人は。で、余裕あったらディバラで、まあ俺はさすがにね、こっちのクラークも、リバプール、まあ応援したいっていうのもあるし、まああとは、まあ能力がね、2位上がった時、普通に強いから、まあ、この二人は、まあまあ余裕あったらクラーク作るって感じかな。まあコインで作ってもいいんじゃないかなって感じがします。特にアカンジュが絶対コインで作ってもいいと思うわ。ってぐらい強いと思います。で、ジャイルジーニョは、さすがに使用感、まあ今変わってても高すぎるから、作んないと思います。だからまあ優先順位はアカンジ、ホイルンド。まあどっちか、まあどっちも同じぐらいかなって感じなので、まあ自分のスカット見て、好みで決めるのがいいんじゃないかなとは思います。ということで今回は以上になります。よければね、最後にチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。では、
ご視聴ありがとうございました。バイバイ。